MBT やユング心理学各タイプ解説シリーズサイコパスの最後 ESTJ 解説していこうと思います外交思考補助感覚でちょっとここに例が上がってないでしょう思いつかないんだよねうーん なんでかっていうと、友達とか知り合いにこのタイプがいないから、いや要するに、まあ、説明していくとね、あ、俺がちょっと苦手そうな人だろうなっていう雰囲気が出ると思う。うん。まず、主機能が外交思考で、補助機能が内向感覚、いわゆる TE と SI ってやつ。で、IQ バフ効果は特大。多分特大。ESTP よりも上かもしれんない。 だってね簡単に言うともうコピペがすげえ多い人らだからそれをねガン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 使いこなしてガン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 コピペしてガン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 長い文章とか長い演説とか長い説明とかしてくるからとにかくこの人頭いいんだろうなってみんな勘違いすると思う。で実際頭がいいかどうかはその人の性能次第なんでっていう。 で、16パーソナリティでの故障は管理者で、よく言われてるのが頑固で変化に弱い。これはね、TE で外界の論理を取り込んで、で、それを真理と思う。で、真理と思うのがこの SI でね、絶対視するがゆえに。で、だからこそ、顔面で頑固。うん。で、こういうタイプってね、まあ、勉強は多分トップクラスにできると思う。うん。性能から考えたら、相当バフモリモリになってる。例えば、この脳みそだったら、 偏差値60しか出ないよなーっていうような状況下でも多分プラス10出てる可能性があるっていうそれぐらいねこのグループ勉強ができるだって TE で外観論理を取り込むんでしょ要するに教科書に書いてあることをこれもうの飲み込まなきゃ損じゃんって感じでガン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 飲み込んでってでそれを絶対値してるから疑うことがないからまあ楽だよねっていううん でサイコパスグループで最もコピペが多いって言って俺ね今ちょっと思いついたのがねここのグループのパッと思いついたの高橋陽一多分あの人これじゃないのかなって思うんだよねうーんなんかいろいろ言ってるんだけどこの人ちょっとどうなのっていううんでえー、っとね何なんだろうこれって雑魚狩りしてるだけだよねっていうで相手がわからないところをひたすら喋っててでこれだから文系の人たちはってやってて で、そんなことやって何か役に立つのかなみたいなことずっと言ってて、まあ、平時の脳神で官僚学者肌の人が多いんだろうなって考えたら高橋陽一なのかなっていう。他にもね、多分ね、官僚出身の政治家とか学者とか、またまあ、その辺見てみればね、多分このタイプなんじゃないのかなっていう。だって有能にすごい見られやすいし、で、基本人と人を人と思わずに存在論の人だから、 まあだからね、唯物論者なんだよね、完全に言うと。うん。まあここのグループ全体的に唯物論者なんだけど、多分一番きついのはここだと思う、俺は。うん。で、正解がね、分かりやすくある分野が得意だから、だから例えば本当官僚とか学者とか、特に今のね、学者なんか論文をバン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 出してで、こういう傾向の論文が受けやすいっていうのが、そういうのが出てる時代だから、 まあだから多いんじゃないのかなっていう。で、ここまで聞いて、俺がね、例が思いつかないし、周りにこのタイプいないよなっていう。わかるでしょ俺と相性悪そうでしょ多分、向こうからしてみたらね、なんだこいつ、いい加減なことばっかり言ってて、とか言って。うーんって何年か経ってみても当たってて、じゃああれはどっかでまた論証されてるんだから、それこうすればいいやって感じで。で、俺はそういうのを反省してないな、こいつとか思って。うーん、みたいな。 まあ完全にねうん S が、えー、と SI があることによって完全にねこう洞窟のイドラに引っかかってるようなこれとか思って劇場のイドラもそうだろうしなんかいろんなイドラに引っかかってるんだけど多分気にせず突き進んでいくんだよねうんということでねまあでもこのタイプはね嫌われないようにムーブするのかって言ったら多分ね うーん、あんまり嫌われないと思うよね。偉そうにはしないと思うから、ただそれは間違いで合ってるんだ。いや、僕が正解を教えてあげるよ。ペラ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 というタイプだと思う、本当に。だから、例えば心理学とかの実験で,で、心理学やるのかな、ここ。やらないと思うな。そんなことよりもむしろ、この人たちは工学とか、えっ、ー、と、生物学とか、 うーん、あっちの方とか行くんじゃないのかな医学とか、分かりやすい方。うん。ということで、今回はね、サイコパスグループの最後、ESTJ を解説してみたんですが、今ちょっと喉が痛い。えー、周りにね、例がいないので、よく分かりませんでした。ということでね、最後はぼんやりとした回答でした。ということでね、えー、次から半分もう行っちゃったんで、次からは不思議ちゃんか甘えん坊の方に行っとこうと思います。では。